ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。東日本大震災から早くも12年が経ったと考えると、10年なんてあっという間だったわね。確かに、時が経つのは早いものなんだぜ。あの震災は、私たちに多くの教訓を残すものだったな。今後も、日本のどこかで大きな地震が起こる可能性は避けられないのよね。残念だけど、地震自体をなくすことはできないぜ。南海トラフ巨大地震や首都直下地震など、日本で今後起こると考えられている地震は、数多くあるんだぜ。もし、大きな地震が起こった時には、かつて起こった地震の教訓を生かして、可能な限り被害を、抑える努力が必要ってわけね。まさに、その通りだと思うぜ。南海トラフや首都直下地震以外に、地震のリスクが高いと考えられている地域ってあるのかしら？数多くあるとは思うけど、最近話題になっているのは北海道の釧路沖だと思うぜ。なるほどね。実は、その北海道釧路沖で最大震度5弱の地震が、2023年2月25日に起こったんだ。もしかしたら、大きな地震の前震だったりするのかしら？それは、今後の動向次第で決まるから、今の段階では何とも言えないぜ。では、過去に北海道で起こった地震に関して詳しく知りたいわね。それじゃ、今回は北海道で起こった地震に関する話をしてみようと思うぜ。よろしく頼むわ。日本海溝、千島海溝沿いの巨大地震は、房総半島東方沖から三陸海岸の東方沖を経て、択捉島の東方沖までの日本海溝と千島海溝の近くの境界島を震源とする地震なんだ。択捉島ってことはかなり北の方まで関係があるのね。昔から、日本海溝、千島海溝周辺では、マグニチュード7から8を超える巨大地震や、地震の揺れが小さくても大きな津波を発生させる、津波地震と呼ばれる地震まで、多種多様な地震が発生し、幾度となく大きな被害を及ぼしてきたと考えられているんだ。なるほど、地震の揺れは小さくても津波を引き起こすタイプの地震もあるのね。そのため、過去に発生が確認されている地震を想定して政府は、日本海溝、千島海溝周辺海溝型地震、防災対策推進基本計画を策定したぜ。何事も、事前の計画が一番大事ね。その計画に基づいて防災対策が進められていたところ、2011年3月11日がやってきたぜ。東日本大震災が起こったのね。それは従来の想定をはるかに超える、マグニチュード 9.0 の地震だったぜ。事前に予測されていた地震の規模をはるかに超える大地震だったのね。宮城県栗原市で震度7、宮城県、福島県、茨城県、栃木県で震度6強を観測し、東北地方から関東地方北部の太平洋側沿岸に、巨大な津波が襲来し、犠牲者、行方不明者、2万2000人以上、全壊家屋12万棟以上と、未曾有の被害が発生したのは知っての通りだ。この教訓を踏まえ、中央防災会議、東北地方太平洋沖地震を教訓とした。地震津波対策に関する専門調査会では、今後の地震津波対策の想定を、あらゆる可能性を考慮した、最大クラスの巨大な地震津波を検討していくべきであると提言されたぜ。あの震災の後に本当に多くのことが議論されて、これまでの地震対策が全面的に見直されたわね。それだけ、東日本大震災が想像をはるかに超えた災害だったということだぜ。北海道で想定されている地震は、どのような被害が想定されているのかしら？それじゃ、次は想定されている被害に関して話してみるぜ。まず、想定されている津波の高さから話すぜ。津波高の推計結果としては、日本海溝沿いでは福島県南相馬市で19メートル、宮城県気仙沼市で16メートル、岩手県宮古市で30メートル、青森県八戸市で27メートル、千島海溝沿いでは、北海道えりも町や釧路町で28メートルだったぜ。どれも10メートルを超えるものばかりね。これは沿岸部の被害は甚大なものになりそうだわ。そして、震度に関しては日本海溝沿いでは、岩手県大船渡市や青森県六ヶ所村で6強。千島海溝沿いでは、北海道えりも町や厚岸町で震度7の強い揺れが予測されているぜ。震度7ってことは、津波の到達前にすでに多くの建物がダメージを受ける可能性が高いわね。人的被害の予測はどうなっているのかしら？犠牲者数が最も多くなるケースとして、避難を始めるまでに時間がかかり、積雪の影響で移動が難しい、冬の深夜を想定した場合、想定される犠牲者数は、日本海溝で約19万9千人、千島海溝で約10万人にもなると考えられている。そんなに多くの犠牲者が出ると予測されているのね。驚くのはまだ早いぜ。また、津波から逃れたものの、低体温症で犠牲となるリスクが高まる、低体温症要対処者に、ついても推計されていて、日本海溝で約4万2000人、千島海溝で、約2万2000人の被害が予測されているんだ。
地震による揺れや津波による被害から逃げ延びても、次は寒さとの戦いが続くのね。もちろん、これは最悪の時期に発生した想定だから、対策をしっかり講じれば被害を抑えることが、できるとは思うぜ。他にはどのような被害が予測されているのかしら？建物の被害は、積雪により建物の被害が増え、出火の恐れが高まる、冬の夕方を、想定した場合、日本海溝で約22万棟、千島海溝で約8万4千棟が被害を受けるそうだ。なるほどね、積雪があると被害が大きくなるのね。また経済的被害額は、主に資産等の被害と、生産、サービスの低下による影響が評価されていて、資産等の被害は、建物やインフラ、ライフライン、施設等の復旧、再建に要する費用の総額とされ、生産、サービスの低下による影響は、資産や労働力の減少、サプライチェーンの寸断による影響を、考慮した被災地域内の生産額低下に加え、被災地域外への影響も考慮して推計したものだ。確かに、被災地だけに限らず周辺の地域にも、大きな影響を与える可能性が高いものね。経済的被害は日本海溝で約31兆円、千島海溝で約17兆円だと予測されているぜ。さっきの犠牲者の数から考えても、甚大な経済的被害が出るとは思っていたけど、ここまでの額だとは思わなかったわ。ここまで見てきた通り、南海トラフ巨大地震や首都直下地震も、大きな被害が予測されているが、この北海道における地震も、かなりの被害が出る可能性があるんだ。本当にこの国は地震という爆弾を、数多く抱えているのね。まあ、日本に関してはしょうがないことだからな。北海道でかつて起こった地震は、どのようなものがあったのかしら？それじゃ、次はそのあたりの話をしてみるぜ。北海道の海岸近くでは、過去の津波で運ばれた堆積物が発見されているんだ。なるほど、過去の地震で発生した津波の痕跡があったのね。この北海道や東北の調査から、この地域は300年から400年ごとに、津波に襲われていると予測されたぜ。300年から400年周期で、大きな津波が起こっているのね。まあ、それもあくまで過去はそうだったってだけで、今後も同じ周期で起こるわけではないぜ。ちなみに前回は17世紀に津波が襲来したと考えられているから、わかるよな？周期的にはそろそろ来ても、おかしくはないのかもしれないのね。まあ、いつ起こってもおかしくはないだろう。ちなみに、北海道は開拓前の地震に関する情報が、ほとんど残っていないことから研究が難しいそうだぜ。それはどうしてなのかしら？先住民族であったアイヌ民族には文字がなかったことが原因だぜ。なるほど、文書による記録が残っていないから、正確な情報がつかめないのね。そういうことなんだぜ。彼らは口伝という形で伝承されてきた話だけしか残っていないんだ。なので、地震研究においてもそういった言い伝えを研究するしかないんだぜ。なるほどね、言い伝えの中に地震のことが含まれている可能性が高いってわけね。ただ、その話の時期がいつなのか、どこで起こった話なのかを特定するのは困難だろう。確かに、文字による記録じゃないと情報が伝言ゲームになるから、情報の伝達する経路が長くなればなるほど、変化してしまう可能性が高いわね。ただ、彼らの津波対策は今の私たちと同じだったことが、確認されているんだ。アイヌの伝承にはこんなものがあるそうだ。津波は悪い神が引き起こすもので、津波が来たら標高の高い山に避難する。津波の発生要因はさておき、高いところに逃げるというのは当時も今も同じというわけね。嫌うしという高台があるそうだが、意味は、逃げる場所だそうだ。何か起こったら、ひとまずそこに逃げるように事前に決められていたってことね。つまり、北海道の地震の歴史を研究する際には、アイヌ民族の研究も必要になるそうだ。地震の歴史を参考して、より正確な地震の対策ができるかもしれないのね。北海道の地震の歴史がもっとわかると良いわね。今後の研究でいろいろわかってくるかもしれないな。ちなみに、千島海溝や日本海溝で起こる地震は、30年以内に 80% の確率で発生するそうだ。南海トラフと同じくらい、発生する可能性が高いってことなのね。対策が急がれているわけがわかるよな。そういえば、北海道でクジラが漂着したってニュースでやってたわね。確かに、そんなニュースもあったな。あれってもしかして地震の前兆なのかしら？まあ、その可能性もあるぜ。地震の前兆に関しても知りたいわね。それじゃ、地震の前兆である地震雲に関して話してみよう。地震雲という言葉は聞いたことがあるだろう。地震の前に見られる雲だとか、聞いたことがあるわ。その通りで、地震の前に発生すると言われている、雲のことだぜ。形状や種類はその時々で違うんだけど、これまで見たこともないような色、形を、しているから普通の雲との違いがわかるとされている。地震が起きるとよく SNS に画像が上がっているけど、真偽のほどはわからないわね。それにすごく神秘的にも見えるけど、地震の前兆なのよね。
地震雲が発生するタイミングは、決まったパターンがあるわけではないと言われていて、地震の1日前に見られることもあったり、10日前に見られることもあるそうだ。それでも地震の前に発生するという点は同じなのね。基本的には地震の前に起こるものだ。その中で特に有名なのは、阪神淡路大震災の前に出現したと言われる地震雲だ。地震が発生する約1週間前に、明石海峡大橋の真上にこの地震雲が発生したと言われている。形は竜巻状の雲だったという説があるぜ。それが地震雲だと後々言われるようになったのね。そういうことなんだぜ。他の大地震の前にも地震雲が発生したことってあるのかしら？もちろん、多くの目撃例があるんだ。最近で言えば2016年の熊本地震の前にも、この地震雲が発生したそうだ。熊本地震は最大震度7を記録した東日本大震災以来の大きな地震だった。地震雲はいつ頃、発生したのかしら？地震発生の当日と、3日前に発生したと言われている。しかも複数の地域で異なる時期に発生したという点からしても、異常なことだぜ。当時は、不思議な雲に魅了されて写真を撮った人が多かったみたいだけど、熊本地震の後には、これらの雲が地震雲だったのではないかと考えられるようになったそうだ。最初は地震雲とは思われなかったのね。地震雲に関してはどのような形があるの？地震雲として一番多いと言われているのは、太い帯状の雲だな。その他には、放射線状に広がる、放射線雲や、竜巻型の、竜巻雲、空と雲の境界が鮮明に分かれている、断層雲や、波のような、波紋雲、弓に似た、球形雲などがあると言われているぜ。結構、いろいろな形があるのね。形以外の違いってあったりするのかしら？夕焼けや朝焼けなどの時に、空や雲の色、そして色彩やコントラストが異常なものになることもあるそうだ。赤や紫、黄色や金色など見る人によって表現は様々だけど、普段見るものとの違いがわかるから、その異様な光景に気づく人も多いと言われているぜ。明らかに珍しい感じがするってことなのね。地震雲の発生メカニズムはわかっているのかしら？地震が関係していそうな感じはするけど、仮説としては、震源周辺から発生する電磁波が雲の生成に影響を与えることで、地震雲が発生するのではないかと言われているけど、あくまで仮説の域を出ない話だぜ。はっきりと解明されているわけじゃないってことね。地球の磁場や宇宙線、太陽風による磁場などがあるけど、この仮説の電磁波は、それらの磁場の異常や、他の原因によってできた磁場によるものではないかと、考えている説になるんだ。磁場の異常が何らかの原因で起こって、雲の生成に影響を与えて、地震雲ができるのかしらね。地震の発生前には、断層周辺に大きな圧力がかかるから、その圧力によって何かしらの影響が出ると、考えられているってことだな。確かに、膨大なエネルギーが発生しているでしょうね。岩石の中には圧力を加えると、電磁波を発生させるものがあると言われていて、大きな規模で圧力がかかると、大きな電磁波と磁場が発生する可能性があるそうだぜ。磁場が変化するのはそういった岩石の影響かもしれないのね。また、圧力によって地中の磁性体が変性したり変形したりして、磁場に影響を与えたり、岩盤の破壊や圧力変性による、地電流の異常が磁場を変えたりすることもあるらしいぜ。地震雲はそうやって発生しているのかもね。まあ、あくまで仮説だから、その点は注意してくれ。これまで、地震の際には地震雲が目撃されていることが多いから、今後の研究によっては、地震の予測に関して使えるかもしれないわね。そういった目的での研究も進められているかもな。いつか人類は地震を予測できる日が来るかもな。今回は北海道における地震の話をしたぜ。北海道で起こるかもしれない地震は、思ったよりも予測されている被害が多くて驚いたわね。日本の太平洋側は特に早い地震対策が重要になってくるだろうな。今回はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。